こんにちは、パンダ GO チャンネルの長谷川です。今回の動画は先日泊まってとても素敵だったキャンプ場を紹介します。名前は男木島灯台キャンプ場で小木島と読みます。香川県の離島になりますが、地図でご覧ください。高松港からフェリーで渡り、港から徒歩で20分から30分程度歩きます。利用料金は無料ですが、事前に男木島観光協会のウェブサイトから申し込みが必要ですのでご確認ください。大人数で利用が困難と判断された場合のみ連絡が来るようです。港のトイレでは猫が出迎えてくれました。さて、キャンプ場まで歩きます。知らない土地なので歩くのも楽しかったです。キャンプ場に到着しました。その名の通り、現役の灯台横がキャンプ場になっています。この日は香川本土で野外フェスがあるためか貸し切りでした。ではここの特徴を3つ挙げます。無料、水シャワーと自販機がある、海のすぐそば、 Wi-Fi も完備してあり、入り口ゲートに ID とパスワードが貼り付けてあります。夕日も朝日もとても美しく、この景色を独り占めできるなんてとても贅沢に感じました。皆様もぜひ訪ねてみてください。